それでは続きましてですね、今度は川崎オーブ研究所 の川崎俊夫先生ですね、自動輪車でオーブの秘密に迫ると題しましてお話しいただきたいと思います。川崎先生はいろんなチャレンジを最近されておりまして、オーブの取り方とかですね、そういったことも研究されております。また今日もですね、撮影されて、それでオーブを捕まえるんじゃないかなという感じがします。ということで、川崎先生、準備 OK ですかね？もうちょっとですね。わかりました。はい。オーブに関してはですね、結構いい本がございます。これはですね、五次元文庫ですね。徳間の五次元文庫で、オーブ、謎の超自然体ということで、クラウス・ハイネマンさんという方と、ミホール・エドウィズさんという方が書いております。クラウスさんのハイネマンさんの説ですとですね、オーブというのは完全な知性体であると。それで霊体であってですね、非常に意識体であると。それで例えばその写真を撮るときにですね、オーブが撮られるというのはですね、オーブ自らがこの集まってくるらしいんですね。それでオーブ自らがそのストロボに対してですね、要するに対抗するというかですね、反射する、そのエネルギーがそのオーブになっているというふうに言っています。ちょっとね、変わった発想なんです。ただハイネマンさんの考え方をですね、普遍して考えますとですね、どういうことになるかというとですね、結局我々は常に誰かに見られているという形になります。それはどういうことかというとですね、どんなことをやろうとも、悪いことやってもいいことやってもですね、結局そのオーブのグループからはですね、ずっと注目されてるっていう発想になります。でハイネマンさんはですね、これはもう哲学的な第一変革 のことになるだろうっていうことを彼は言ってます。つまりもう隠してもダメだっていう世界ですね。でそのオーブっていうのはその生命体として、宇宙生命体としてもあちこちにありまして、その地球上だけでなくて宇宙にもあって、それで我々の魂もですね、向こうに行ったりこっちに来たり、そういったこともできるであろうというような説になっているようです。では、先生よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あ、皆さんこんにちは。どうも。暑いところ本当にもう生活といいますか、まんだからね、これだけ覚えたいの皆さんにお集まりいただいて、オーブの話がまたできる、もう私の一番の生きがいになってるんですね。オーブはもう漫画はね、あ、こっちか。はい、しばらくしかかからないこの7年前の2006年の2月6日に大和市にあります陸上自衛隊の体育館、古い体育館で、文化祭というのがありまして、ちょっとここで詳しくちょっと詳しく説明しますと、遺族の方や、それから軍隊の関連の方や戦友やみんな集まりまして、1年に1回2月にみんなで文化を歌って英霊を慰めるという会なんだそうです。この時は19回で、現在は25回かな。毎年やってるよ。で今はですね、この体育館でやらないのでコツコツやってるんで、どうもオーブが出なくて出にくくて困ってるんですけど、これが私のオーブの始まりで、これを 見たのが本当に初めて見て、オーブっていうのを娘から教えてもらいました。真ん中 のオーブがですね、なんかこれが人間の顔のような気がするんですけど、拡大してみても人間の顔じゃないんですね、のような感じはするんです。それとなぜこの自衛隊のこれ最後の14時21分ですから、終わるのが14時半で終わるんで、最後の時に軍歌を歌った時にこれ20何個出てるんですけど、オーブが出て、これも不思議だな。しかも私がこのカメラを使った時は安いカメラで、 ISO が200のカメラで、昔のミノルタのカメラなんですけど、よく撮れたなって今でも思うんですけど、それが始まりで、いろいろと研究しました。で去年は冬の12月
だから、この2月はね、このモヤモヤの顕微鏡の研究をします。で、なぜこれをやったかというと、この表裏からオーブが生まれるんですね。生まれるように、この何枚も写真が撮れたんです。もうほとんどこれ夢中になってやってました。ところが、3月に入ったから暖かくなっちゃって、これを映んないんですよ。ここがまた不思議なところですね。これが一つの解決の鍵になると思いますね。それで3月でも映る方法ないかなって言うんで、これ4月なんですけど、レンズに対して45度ガラスを傾けて撮るとオーブのようなものが映る。これはこの間4月にやりました時の写真なんですけど、まあ、ここになんか周りものが映ってましたね。映ってます。これ帯になってこう3つぐらい入ってるんですけど、不思議だなって。ここにオーブもですね、2つ重なって映ってるんですよね。それで、またガラス板の研究に戻って一生懸命ガラス板やったんですけど、どうもガラス板は解決が難しくてですね、また煙の方に行ったりしたわけなんですけど、結局はっきり言ってもらってガラス板は分かってません。途中まで行って分かってません。途中でリング状のオーブンが出まして、それで行き詰まっちゃった感じで、そのうちに新しいカメラが出てきまして、これが ISO3200、 これでオーブンがよく映るんで、しかもこのカメラをよく調べたら、普通ストロボで撮影しますと1回ボタンを押すと充電する時間が7秒か8秒ぐらいかかるんですね。ですから7秒か8秒に1枚なんですけど、このカメラをうまく使うと4秒に1枚撮れるっていうことが分かったんですよ。でそれはどうやるかっていうと、ここにありますようにワイシャツのボタンか使った水銀電池をゴルフの鉛筆につけて、でこれでシャッターを押し続けると、で設定は連続発光にするということで、大体1分間に15枚撮れます。そうすると10分やれば150本50枚ということなんですね。今ここでですね、ちょっと5分ぐらいかな、いや5分ない3分ぐらい連続でシャッターを切ります。そうすると映るかもしれないですね。この会場は、ね、オーブンのようなって映らないんですよ。でも分かりません。それともう一つは皆さんに感じていただきたいのは、連続でそういうふうにシャッターストロボがついた時にですね、どういう感じを受けるかなということで、私も近所の人にうまくかかるんじゃないかなということで、いろいろ裏から調べたりなんかしたんですけど、やっぱりちょっと異常な感じを受けるんですね。でこれ困ったもんだなということがあるんですけど、やってみましょう。でこれで説明しますと、これが鉛筆ですね。鉛筆の先で輪ゴムでこうシャッターボタンの上を押すだけ。今ここにちょっとセットしてありますから、ちょっとやってみます。今ちょっとゴムを外してあります。それでですね、いきます。次いきます。こちら。家の前に三脚を立てまして、でこれで夜の8時頃ですね、撮影を始めたんです。これ5月28日で、皆さんにお配りした資料の中には、連射実験の第1回目というふうに書いてあるんですけど、この連射で、うまくいけば、この日は記念すべき日に私がなると思うんですけど、何も映ってませんね。ここに何か映ってるのは、これちょっと違うんですね。これ違う。ここにちょっとオーブらしいものが映ってるなと思うんですけど、これもね、トランスなんですよ。違うんです。それで私がですね、これがちょっと映ってるんですけど、これ撮影終わって帰ってきた
で、うまくいったのかな、でも一応、位置を変えながら、こういうふうに取ったんですね。そうすると、不思議なことに、オーブンが出てくるんですね。出てくるのはおかしいんですけどね。これはね、出てないですね。まあ、大体10枚に1枚は取れますから、ここに出ましたね。出るんですけど、まあ、なんか少し体を動かして、これは余計映るかなと、これぐらい大きいのが欲しいなってやったんですけど、やっぱり出ないんですね。出ないなぁっても、まあ、この時は自分では分かんないんです。カメラに映ってるか映ってないかは分かんないんですけど、それでまあ諦めて、帰ろうとしたんですが、それでも出ないな。あ、こういうことは出ましたね。出ましたっておかしいんですけど、まあ、第1回目ですけどね、この程度なんです。あとでまたちょっとお見せしますけど、それで、たまたま7月の今月の22日に公園で、例年の盆踊りが入りましたんで、そっちの方でカメラを据え付けて、どんどんそこからどうなるかなってんで、撮りましたら、やっぱこちらはですね、よく出てますね。特に大きい音が出ましたね。これがどうも不思議なんですけど、これと舞台の上は子供ばっかり、ここはすごいですね。一直線に並んでますね。それで他の踊り子が少なくて、子供の踊り子が増えて、それで子供たちも大人と同じように時間割をいただいて、1回ワンラウンド20分なんですけど、子供たちの盆踊りの大名たちがわざわざ聞いてきたんですけど、ワイルドあったかなったっていうのと、よさかい島と、どっこいしょっていうのと、南中トラムシ、これ南中って言ったら北海道なんですけど、で大人も、まあ、毎年の同じような感じですね。でこの中で、どっこいしょっていう歌が非常に、みんなが夢中になって踊るんで、おかしいなと。それで、これを子供たちが上がって、20分間子供が舞台を占領して踊るんですね。どうもこれ、なんか裏に仕掛けがあるんだと思って、聞いたら、東京小学校っていう小学校の場にありまして、その先生が体育の時間に盆踊りを小学生に教えるんですね。それで、うちの町内会でやるから、みんなでやろうっていうと、子供たちがもうすっかり乗ってきてですね、去年から始まったんですけど、今年はもう本当にもう夢中になって、踊ってくれましたね。それでちょっと場所を変えて、どうかなってね、もうちょっと薄く出てますね。なかなかね、難しいんですよ、もう光線の上で。ここにね、ライトがあるんで、このライトが邪魔してね、本当に難しいんですけど。ちょっと音入りのやつは今度持ってこようと思うんですけど、動画で音入りも撮ってあるんですね。これがちょっと、まだ音が出るかどうか。こういう具合に、今回の発見では、オーブンが出ない時があるんです。盆踊りですから、目の前に本当は出るんですけど、去年のやつで比べれば出るんですけど、オーブンがお休みになることの。で、これやっぱり連続で撮ったから分かったんですね。もういいでしょう。思いやったから。それで、とにかく同じ場所に一斉カメラを置いたら、ここでまあ2、3分でも5分でも我慢して撮るということで、ようやく方法が出てきたって感じです。またここでお休みの時間がある感じですね。なんかね、出るときと出ないときと波があるって感じ。それでいて、オーブの会場とかそうだけど、オーブの会場の周辺ではどうなのかなっていうと、周辺ではね、しょっちゅう出てるようなんで、今年は特に、会の終わりなんかにとっても出るんですよね。まあ、ここでまあ出ない人にちょっと、ごめんなさい。戻すのこうか。戻すのは、ずっと出るしかないのかな。
マンションで写真が撮れたおかげで、今までと違った多くの世界が分かってきた。1秒に1枚ずつ撮れるようになったらもっとすごいだろうなと、こう思うんですが、じゃあ1秒の中に3枚ぐらい撮れたらどうですかっていう質問が当然出てくるんですが、私のカメラにはそれがついてるんです。で使ってみたんですけど、1秒撮るのに、その次の1秒撮るのにやっぱり 7秒か8秒かかるんですね。そうすると1秒の間に3枚パッとやって、あと7秒か8秒待ってなきゃならない。おまけに無理して撮ってるわけで、写真が暗いんですね。高速連写っていうのがあるんですけど、暗くてこれが使えないようにならない。それで、今日はちょっともう持ってくるの間に合わなかったんですが、だんだんオーロが私に近づいてきまして、この本の、あ、マスター、マスターだったかな。こちらですね。こちらですね。先生。そうですね。お昼間がおりますから、見て、回してください。この本はね、絶対いい本です。私ね、五次元書房なんて大変申し訳ないよ。前妻のここにあるのも、インチから書いたんじゃないかなって、極端に言えばね。それでまあ買ってみたんですが、もう読めば読むほど素晴らしい本ですね。ぜひこれを820円ですか、安いですか、お買い求めて勉強していただきたいと思います。それで大久と一緒にミハイルさんという方が写真撮られてるんですけど、そういう一緒にセルフタイマーで一緒に撮るとより密接な関係ができるよう、もう何回も本を読んでそれにようやく気がついたの。だから本を読んだのはもう一つ気がついたのは、セルフタイマーで連写をしなきゃダメだ、これですね。これやらないと本当のことは分かんないってことが分かりました。それで今回これに入ったよ。そういうことで、ちょっと時間が早い、何かご質問があったらばまたお願いしたいと思います。ありがとうございます。それではですね、明かりお願いします。はい、皆さんの中で多くの質問ございませんでしょうか。どんな、質問でも結構でございます。こういうことを忘れて、パソコンに IC のカード入る、カメラ忘れて、どなたかございませんか。オーブについてはですね、なんかこう、まあ、日本の研究結構進んでまして、まあ、あとやってるところはアメリカですね。ですから、日本シンポジウムに関して、オーブシンポジウムに関しては日本の方がですね、まあ、ちょっと早く始めさせていただいております。はい、それでははい、それではごめんなさい。じゃあ自分のお名前と、それから、はい、小川健と申します。テレビの番組作ってるんですが、テレビの番組で心霊番組やるとよくオーブが映るんですよ。本当に映るんですね、 VTR に。オーブっていうのはどういうものなんですかね、要するに。はい、すいません。基礎的な大事な質問でありがとうございます。これも私、ミハイルさんの本を読んで要約があったんですけど、まず私が感じたのは、カメラ、デジカメからストロボで光が出ますけど、あの光の中に赤外線が入ってるんですね。それで赤外線がこれを受けてオーブが反射をして、ああいうふうに光ると、こう思ってた。ところがミハイルさんの本をよく読んでみると、そうじゃなくて、赤外線が出るとオーブの中でそれを受けたものが、発光体が蛍光灯と同じように周波数の一段低い光線になって反射してくる。でその時に中の状況によって、色が変わったり模様が出たりなんだし、だから単なるこちらから光の反射じゃないんだ。中で蛍光灯と同じように発光してるんだって言うんですよ。で細かいなと私は今読んだ時は思ったんですけど、ずっとこうやっぱり研究し、そういうふうに考えて研究していくと、確かにその通りなんですね。今度こういう一つ切り口で皆さんにご報告したいなと、こう思うの。それで、
最後の結論一言言いよ申し上げますと、私もこの研究を7年もやるとは思ってなかったんだけど、 やってみた結果分かるのは、まだ霊魂だとは断言できませんけど、意思を持っている何らかのものであって、その何らかのものはですね、オーブのガス体みたいなもので、たまたまその石がなんか透明なガス体にたどり宿り着いて、しばらくの間そこで自分の意思を人間に向かって発信してるっていう感じですね。これそうでないと、だんだんオーブと一緒に写真を撮って大きなオーブが自分のそばに来るとか、それから数が多くいっぱい出てくるとか考えられないんですね。もうですから、やっぱりやればやるほどオーブが近づいてくるって感じですね。ということで最近はやっぱりこういうものがあるんだなと、霊魂だったらまだ証明できないけど、そういう団体のものがあるんだなと、もうちょっとやんなきゃなということです。ありがとうございます。あとどなたかご質問ございませんか。先ほど反射か発光かという話があったんですけどですね、反射ですと光が出たところから戻ってくる形になるんですね。で、発光でしたらいろんな方向から見れると思うんですね。そうしますと2つ3つのですね、カメラを合わせて撮ると明確に見えてくるんじゃないかという形でちょっと提案したいと思いますので、もしよろしかったらお願いします。また大変にいい質問ありがとうございます。実はですね、今日発光の話しなかったんですが、とてもね、外から赤外線が当たって中で蛍光灯式に発光して光ってくるっていうようなレベルじゃないオーブがあるんですよ。もう本当にね、向こうは発光してるなっていう、それもやっぱり皆さんにお目にかけないといけないと思いますけど、それからもう一つは真っ黒けで穴が開いてるブラックホールみたいなオーブもあるんですね。
全くわからないんですけど、たくさん撮ってるとそういうのが出てくるっていうのが、いろいろとあるんですけど、まあ、2種類あると考えてください。それではよろしいでしょうか。それでは川崎先生、ありがとうございました。